新たに歩道の解消に加え、昨日捜査員100人が一斉に少女たちの歩道に乗り出しました。補導された13人の少女のうち4人は駅まで付きまとわれたり性行為を強要されたりなどのトラブルにあったと話しているといいます。一方で7人は悪いことではないという認識だということです。警視庁は少女らの補導を続けて性的な被害を防いでいく方針です。続いてスポーツの話題をお伝えします。カーリングの世界最終予選で見事ソチオリンピックの出場権を獲得した日本女子代表が帰国、笑顔で会見に臨みました。ソチオリンピックの出場権を取ることができ非常に嬉しく思っていますし、満足しています。カーリングの日本女子代表が世界最終予選が行われたドイツから帰国し喜びを語りました。昨日、来年2月に開催するソチオリンピックの出場権最後の1枠を獲得し、2大会連続となるオリンピック出場が決定。キャプテンとして活躍を見せた35歳の小笠原選手は、たくさんの方々に迎えられてトリノオリンピックの帰りを思い出しました。小笠原選手は2006年トリノで自身2度目となるオリンピックに出場、その後引退を発表し第一線から離れますが、結婚出産を経て2010年に現役復帰、同じ年の熊山選手と再びチームを組んでわずか3年3度目のオリンピック出場